カンペールはフランス、ブルターニュ地域圏の都市、フィニステール圏の県庁所在地である。カンペールの中心は古くから捨てる川、オデガ川、ジェカワの合流地点に位置している。フィニステール圏内ではブレストに次いで2番目の人口を有する谷町のオデガ川に沿って海が内陸へ侵入し、川口奥の港の発展を促した。この港は収住の起源であり、 カンペールの経済基盤の一つとなってきた。また古代からの交通の要衝でもある。カンペールの地形は平坦ではなく、石炭期に由来する決岩や白粒岩からなる堅語で、急峻な谷間になっている。平坦で広い土地は小河川の合流部の近辺のみであり、こうした河川は雨が続くと氾濫しやすい。人口分布の重心は少なからず移動しており、これは地理、 自然の要請あるいは経済的要因などを原因とすると考えられている。その他の特徴としては大きな谷の非対称性が珍しい。北側は突如の丘陵になっているのに対し南側は王城で高さ60メートルの切り立った斜面となっている。こうした地形や尾出側の流れの屈曲は複数の断層を形成し南北間の傾斜を 生じさせた第3期の地殻変動の結果である。カンペールという名は、合流地点を意味する現代ブルトン語のケンパーに相当する。結合、カンジャンクションを意味する現代ウェールズ語のシマー、共同、コーエパースヨンを意味する現代アイルランド語のコマーにも、ケンパーに相当する子を見ることができる。カンペールの旧名は、カンペール・コランタンであり、フランス革命期にモンターニュシローデと改名され、 さらに短縮され現在のカンペールとなった。ジャンドラ・フォンテーヌ・ガグーはヌカルンガ・ガミチ・シャーチェ・アマバーブの舞台としたのはカンペール・コランタンである。また、ローマ時代にはアクイロニアと呼ばれていたと考えられている。隣接コミューンであるプルギュファンで発見された石器はおよそ6000年前のものと推定されている。戦死時代及び古代のカンペールは自治体の考古学部門の先導もあって盛んな。 考古学研究の対象となってきた。鉄器時代の集落に属する最初期の鳥の遺跡や、火事場や埋葬地が、エルクイコールアルメルトペナルなどの1960年、以前の旧コミューンに相当する場所で集中的に発見された。当時は農業活動が盛んに発展していたと考えられる。2003年の北ステルトケルゴールベ村付近に分布するガリア人集落の発見は、 都市の形成が古くに遡るという確証となった。この集落は、紀元前2世紀から紀元前1世紀のものであり、紀元前30年頃には放棄されている。手工業作業の痕跡が発見され、また金属くずの存在は、盛んな焼金作業があったことを示していた。ユリウスカイサル及びギリシャの歴史家の記述によれば、カンペールは、ウォルギウムを首都とする。 ガリア系のオシム人の都市であったとされているが、この小村の地性的な分布などは記録されていない。アルグロ公園内の富士山の頂部が聖域とされていた15ヘクタールに満たない小規模なガロロマン時代の集中地が6マリア地区に見つかっている5番目上の道路の中心にホルムと浴場を有しており2006年には同様の道路網の一部が 川口港と、オボシキ遺跡と古寺山山頂西のアクロポリスに近接して発見された。ローマ街道は、バンヌ、ブレスト、カレ、バンミサキへと通じていた。カンペール旧市街6世紀以後の痕跡は残っていない。ものの、ガロロマン時代の都市が存続していたと考えられる。というのは、一つのアクイロニア市街、チビタスアクイロニアキビタスアキローニア、 市街地北部と想定されるの存在が、11世紀の文書において、六マリア大修道院付属教会の周辺に存在したサンクタマリア院役色にあちびタてという、祭礼上の名称によって示されているためである。また1124年には、同大修道院が、レンヌのサンシュルピース修道院の分院となり、これにより、ブルターニュ博、オエル一世の庇護化に入ることを述べた。 別の法令があり、この文書の内容もこうした推測を補強するものとなっている。旧世紀末頃、その後継者の一人として、伝承では、初代司教とされる聖、コランタンについての記述が現れる。11世紀末にはカンペール、またはカンペールコランタンという名称が現れている。さらに、ラテン語のコンフルエンティアとコリソピトムという語が見られ、 これは、クリオソリトムキューリアセライトムの動きであるとみなされている。ロクマリアには、セイトゥディ信仰の名残や、ケルト信仰で用いられた、極めて古い修道院の記述も発見されており、マントゥディマエンツジの石、すなわちセイトゥディ信仰を示す遺物が、ロクマリアの修道院で見つかっている。しかし、司教が置かれる以前については、ブルターニュのよそで見られるような海外に由来するルーツも、 ななく未だに半然としていない古くからの伝承では、水没した、トシースを逃れた、コルヌアイリオウ、グラドロンは聖、コランタンを長愛し、司教官とするために、自身の城を送ったとされている。大聖堂の周囲の建物はかつて、トゥールデュシャストルすなわち城の塔と呼ばれていた。聖、コランタン大聖堂内部中世初期には、シャトーラン博のコビニディックの下で博の権力と、 司教権力が混乱をきたしたことが確認されている。この状態は問題含みであったが、コルネアイ友クにビニディックの子であるアランカニャールを司教に、その二人の兄弟オルスカンとビニディックを据えることで解消された。司教は1791年までオデガはステルガワフルガワの間の要塞化された市街を占有し続け、ブルターニュは市街地西部を所領としていた。校舎には、 テルオデュックすなわち、ブルターニュ公の土地という名が伝わる。公と司教は主要な経済基盤、オデー川、ステル側、古川間の上塞部の司教所属の経済基盤、さらに海運を統制していたロクマリアのベネディクト会、女子修道院の収益を共有していたが、この他についての事情は錯綜しており、幾多の議論や裁判の原因となっている。1210年、ブルターニュ校は、 司教の所領に建設されていた要塞を破壊することを余儀なくされ、この後は教皇の来訪を唯一の根拠として合流地点2453年に建設された小さな上官の建設のみが許容された。この上官の痕跡はほとんど残っていない。同じような状況として歴代の司教は公が強く主張する租税の増税に反対していた。 こに近い場所を占めることと引き換えに、彼らは、納税には甘んじていたが、武力と貨幣は拒否していたのである。1239年、司教レノーは、ロマネスク様式の大聖堂を既存の場に再建する、ことを決定した。254年にも及ぶ延大な工事を経て新たに、建てられたゴシック様式の聖堂は、日本の塔の長部の、戦闘1856年の時点まで、 書いていたにもかかわらず、優れて統一性のあるものとなった、ブルターニュ継承戦争や伝染病の流行により、コルノアイユにとって暗黒時代となった14世紀には、建設事業は長らく停滞した。司教の夏の別荘であったランニロン城都市は、次第に発展し、自身の政治権力の増大を自覚する、ブルターニュ公は、 都市壁や境界道に自身の紋章を据えさせる一方、貴族を交遇し、地元経済の恩恵、つまり彼らの税収を増すべく様々な特権を与えていった。この動きは三百八十七年のブルターニコージャン四世の法令によって始まり、都市民の一軍が上塞部ゲオでの境界の一つに集って抗議を行ったものの、公やや司教の権威に対抗する者としての自治体の 設立へと向けて運動が行われたという形跡はない。1430年頃には都市民から大祖人が任命されたが、自治体役場の設置の決定は1704年を待たねばならなかった。カンペールの有力者、貴族、教会参事会員、商人はハーフティンバー様式の邸宅を建設して、ファサードを木彫、石彫りで匠に飾り、また、近郊の土地には、 貴族の館が点在し、中には、司教が所有していたロクマリアの乱二論状のように、夏の別宅として用いられていたものもあった。市外には、修道士が徐々にその数を増し、城塞部分の内外に住むようになった。1349年に、国死病患者の住民たちを介護しつつ、命を落とし、慈悲深さで著名となった、黒木、小聖人、 ジャンディスカルセの名声を得たにも席かかわらず、フランシスコ会系のコルドリエ改修同士は拒まれ、迫害の対象となっていた。1490年、コルヌアイユコミューンと称される、農民放棄が勃発したことが、三次会員、ジャンモローによって記録されている。これによれば粗末な武装を携えた。数千の農民が市街を占拠したが、反撃され虐殺された。カンペールは、 宗教戦争の時期にカトリック同盟の一員として少なからぬ動揺を経験することとなった。カンペールがカトリック同盟に参加したのは1595年、土門元水式家の王権側軍勢にカトリック改修後のアンリ4世の名のもとに死骸を行為された後である。1525年頃には印刷技術が伝播するが、ルイ14世は 司教の検閲が実施されている都市のみに印刷所の開設を許すという統制政策を実施したため、他の多くの都市と同様その発展は限られたものとなった。カンペールの最古の住宅建築は15世紀初めのものであり、これはまさしく司教区付属の印刷所が設置されていた建物である。1552年の司法改革によりカンペールの主婦としての重要性は増し、管轄地は 後のフィニステール県とほぼ一致する範囲に広がった。18世紀にはペナル地方テールノワールにおける石体開発や陶器製造が行われたが、これは長くは続いていない。後者はフランス南部の事業家ジャンバティストブスケやルーアン出身のピエール・クルシーによって1690年頃に始められたものである。彼らはロクマリアの南数キロメートルで産出する。 左岸室の年度を利用した。フランス革命は大勢としては歓迎されたが、1793年のサハ山岳派やエベール派の過激な行動は反革命運動を弱気し、1799年には周辺一帯はフクロウ等が治めるところとなっていた。教会の略奪や破壊が行われた1792年12月11.12日の焼き打ちは、 社会に衝撃をもたらすこととなった。市当局は国民公会によるこうした行動の回避要請を確認するまでは反宗教主義者の蛮行を咎めることはなかった。総裁政府時代には均衡を袋党が統制していたものの、カンペールの実権は革命勢力に完全に掌握された。1800年10月、カンペール司教委部マリー・オドランは 近隣の小教区ケルファンタンで馬車にいたところを拘束され、袋ウ投印に暗殺された。下主人はしばらく後に逮捕され処刑されている。市内を流れるオデカは1805年のイギリス海軍による大陸封鎖は、川口の奥まった位置に開かれていたカンペールの港をわずかに潤すこととなった。これはブレストが主な監視対象となったためである。19世紀には行政、 宗教機能によりカンペールの重要性はさらに増し、人口は緩やかに増加していく。土地が限られている上に隣接市街が近いため、近接するコミューンへも少しずつ人口が流入することとなった。第118不評連帯の中屯地にもなっている。1863年にカンペールに到達しその後ドゥアルヌネまで延長された鉄道と 農産物の輸出入を見越した港の開発は、1880年以降の加速度的な経済発展を導くこととなった。これは、農業の生産性向上に加え、港にガスタンクを建造した、ルボン社の都市ガス導入に象徴される着実な産業化に支えられていた。港は、水道幅の狭さや潮の影響に関わらず今日でも活発に使用され、特筆すべき、 輸入品として石炭、砂、ワインなどがある。交通の改善は観光産業の勃興を促し、これはホテルや旅客、運送業の発展に波及する。カンペールは水辺の景観や旧市街の魅力で観光客を引きつけ、海浜リゾートへのアクセスの転車台の役割を果たすようになり、これらの発展を確かなものとした。海産物の保存食品、野菜や 果物、ジャムなどの農業、食品製造業は長きにわたる経済基盤の一つとなっている。繊維工業及び軽機械工業、陶器産業も20世紀の前半の大幅な経済成長に貢献した。大戦中はドイツの占領下となるが、イギリスへ向けた最初の地下放送ラジオの解説、強制労働に関する書類のダッといったレジスタンス運動の主君の舞台ともなった。 レジスタンスは連合軍の上陸の法を受けて退却することとなるドイツ軍の大きな足かせとなった。1960年に行われた4自治体のカンペールへの統合は建設業の成長及び新道、バイパス、橋梁の建設、航空路線、鉄道、高速道路による高速輸送の到来といった様々な開発発展により、 カンペールを優れたアクセス性を有する都市へと変貌させた。1962年には西ブルターニュ大学がブレストに開設されており、カンペールには1998年にウボとは独立の大学拠点として全国に分布する高科大学の一つが設置された。様々な高等教育を行っており、全体の学生は4000名を超える60年代に併合されたコミューンである。 ペナルトエルイコールアルメルには、高みには、白壁と暗色のスレート屋根の一点屋が連なる。一方、国による団地建設も行われている。1960年以前には4万4千人以下であった、カンペールの人口は2006年に6万4千7百人を超えた。1970年に予想された12万人には、遠くを呼んでいないが、毎年少なからぬ人口を受け入れ続けている。 1960年、近接コミューンのエルイコール・アルメル、ケルファンタン、フェナルがカンペールに並行され、カンペールは、近郊都市域の大部分を吸収した。カンペール都市共同体は、エルゲガベリック、ガンガ、プロゴネック、プロムラン、プロネス、プリギファム及びカンペールで構成されている。カンペールは次の三カントンの主婦である。現市長は、社会党のベルナール・ポワニャンである。参照元、 1999年まで、イヘス、2000年以降 INSE カンペール焼きで、できた、クレープ屋の看板プラスチック製造、建設機械製造、織物産業、観光のほか、シードル生産がある。カンペール独自のものとして陶器が知られる。真のカンペール焼きは、アンディオカンペール社のもので、1690年により、創業しており現存するすべてのフランス企業の中で、 最古の企業である、カンペール陶器の最大の魅力は、カンペールタッチと呼ばれる熟練した職人の絵付け技巧にある。世界的に主流の転写シート等は一切使用せず、陶器、陶器ジュエリーともにすべて手書きで絵付けされ、作品の底には、職人それぞれのサインが記されている。すべての作品に対して証明書も添えられ、真のカンペール陶器である証明と、 フランス最高峰の技術に与えられた企業遺産認定のブランドであることが記されている。絵柄はブルターニュの民族衣装を着た男女、花などの図案をすべて手書きで描くのが特徴。時代の古いアンティーク陶器は世界中の収集からに高値で取引されるほどである。せー、コランタン大聖堂現在のゴシック様式の建物は13世紀から19世紀にかけて作られた。 ロクマリア修道院教会ロマネスク様式の建物は11世紀から12世紀にかけて作られたカンペール美術館1867年開館ブルターニュ出身のジャンマリードシルギー伯爵の美術コレクションをもとに創設された県立ブルターニュ博物館1846年創設考古資料や美術品などが展示されている博物館の建物は 16世紀から19世紀に、ケ・セ聖、コランタン大聖堂に隣接して作られた旧市教区邸である、フィニステール県庁舎1904年に、フィニステール県会により建設が決定され、1906年に完成した。ありがとうございます。